ブラウザーから URL をクリックするだけでバーチャル空間に入れるっていうサービスがありますえどういうことですかあーいたー三上さんだ池田中にもワンちゃんいるし何か面白い座り方してる <laughs> だらしない座り方しるす,すごい <laughs> クラフトックっていうイベントではいろんなクリエイターさんたちが、うん、例えば音楽だったりとかアバターだったりとかイラストとかいろんなもの売ってるんですよ、うん、めっちゃ楽しいですねこんなすごいんだ、はい はい。皆さん、こんにちは。クリエイターさんたちのバーチャル即売会、クラフトックを主催しております。株式会社具現化 CEO の三上です。よろしくお願いします。はい。そして私、はい、えっと、クラフトックメインキャラクター、クラフトック道先案内人、夢の耳ミミの CV を担当します。鈴木彩です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さんってこう,こういう VR とか AR とかって、はい、何か経験されたこととかってありますかあ 一度、あの、自分が担当したキャラクターが、宇宙を旅するお話があって、シドニアの騎士って作品なんですけど。はいはいはい。それでその、あの、出撃するときを再現した VR を。あ、知ってますもちろんですよ。本当ですか最高ですよね。あ最高でした。そうなんですよ。そあ最高ですね。で、その時って、結構ハイエンド PC があって、ごっつい VR ゴーグルだったと思うんですけど、 まあ今回ちょっと手元にあるんですけど、うん、iPad だったりとか、はい、こうスマートフォンだったりとかで、はい、もうブラウザーから URL をクリックするだけで、バーチャル空間に入れるっていうサービスがあります。どういうことですかすごい。すごいですよね。すごいですそうなんですよ。まだね、想像が実はついてないんですよ。なんで、まあ、今日ちょっと簡単にご説明していきたいと思うんですけど、はいはい まあ例えばそのツイッターとかでこの「バーチャルクラフトットク」の URL を見ていただいたらそれタップしていただくだけでブラウザーでこうこんな紙にねなるんですけどまあこれも仮想世界に入り口なんですよねあすごいこれ耳ですよね、はい、そうなんですかわいいめちゃくちゃかわいいえ<で>これぐるって回せたりするんですかそうなんですよでここにルームに入るっていうのがあるのでのルームに入るっていうのをタップしていただいていいですかはい、はい、おこれで入れてる入れてるんですよ入れてる。 で、iPad の画面をこうグリッてやっていただくと、はい、はいまあ、動くことができますので、いはい。なんか書いてある。これ、いろんなクリエイターさんたちが作っていただいたお店なんですよね。面白い。なんか遊園地みたいですね。はい、で、こう、ピンチイン、ピンチアウトで、ピンチインってこういうことですか、ね、そうですね。おすごいおすごいすごい面白い簡単ですね、確かに。うんうん、直感的な操作で,いいで、ね、はいけちゃうんですね。 ええ、同人誌売ってる。技術同人誌。ええ、面白い。はい。で、こちらが、その iPad でもスマートフォンでも、もう一個、こういった VR デバイスでも、こう、入ることができるんで、もう操作、マッサーしたと思うんですよね。はい、多分大丈夫です。完璧ですね。い。さすが。空も見える。空も見えちゃうんで。空も見える。で、ちょっと私は、この VR デバイスを使って、この空間に入りたいと思うので、はい あの、ここで待ってていただけたらと思いますので。わかりました、待ってます。はい、で、VR 空間上で、はい、あの、少しだけ、そのクラフトックの入り口を、はい、あの、ご紹介したいと思います。<あ>はい。はい。じゃ早速、行ってきます。はい、行、はい、ってらっしゃい。須、はい。木さーん。あーいたー三上さんがえ、これ三上さんですよね バパパそうなんですよ。可愛いい。聞こえますか聞こえます。聞こえますし、あの、私よりすごい前にいる。ちょっと待って。これどうやったら、えっと、こうやって回ったらいいのかなえ、これ、あの、三上さんからは、あの、私今どんな風に見えてますか夢のミミちゃんで見えてますよ。あ、見えてますか面白い。ここで待ち合わせができるんだ。え、これ一緒にどこか遊びに行ったりできるってことそうなんです、そうなんです。これ。うん。 お互いに今、アバターになってって、うんうん、今、須崎さんは、夢のみみちゃんのアバターになってるんですけど、はいはい、これ僕もツイッターでも使ってるんですけど、えー、これ僕のアバターなんですよ、ね。いや、可愛い,いめちゃめちゃ可愛い,いです。<laughs> ありがとうございます。一応、犬です。<laughs> 犬ですね。し、柴、柴犬さんですね。柴、柴犬なんですね。わせっかくなんで、うん、このクラフトックのお店、はい、ちょっとだけ案内してもいいですかあ、行きたい。え、今いるここはエントランスエリアなんですか ここは、その、無ン化スタッフが作ったエリアなんですね。う,ん、うん。あ、ここが、そうなんだ。めっちゃ可愛いです。可愛い。本当に可愛い。キャラデザインもね、素敵で。そうなんですよ。僕から見ると、はい。鈴崎さんも今、ミミちゃんになってるんで、二人いるような感じになってるんですけどあ。そういう風に見えるんですね。これ、私動けてるのかななんかぐるぐる、<あ>周りを見てる。動けてますよ。あ、動けてますはい。あ、よかった。動けてます,てます、よかった、よかった。可愛い,い、ミミちゃん。 お店の中でいろいろ商品が売ってたりするんですけど、はい。実は僕が作ったお店があるので、うん、お僕のお店見ていただけますかえ、行きたい行きたい行きますあ,ありがとうございます。犬小屋芝パパショップ。本当だ <laughs> はい。<laughs> え、かわいいこれちょっと近くまで見ていただくと、うん。え、これこの中、中に入れないんですか中に。中入り口こちらにあるので。えどこどうやって行くのどうやって行くのこうして、こう。 こうして、あ、あ、いけた、いけた。あ、いけた中にもワンちゃんいるし、なんか面白い座り方してる。だらしない座り方してすごい。面白い。ええ、あ、そうか、こうやって入って、で、そうなんです、そうなんです。で、こうか、あ、やっと操作慣れてきました。こういうことね。よかったです。すごい。芝犬セット売ってる。そうなんです。ここで、今見ていただいた犬が、はい。なんとこう、 100円で買うことができる。すごいこのだらしない座り方のワンちゃん。100円で売ってる。面白い。え、すご !100 円、こんな安くていいのこんな。大丈夫です。ええ。あの、芝犬の素晴らしさを伝えていきたいので。えすごい。かわいい尻尾揺れてて、瞬きもしてて。ええ、すごい。僕は、そんなにこう、クリエイターではないんですけれども、このクラフトックっていうイベントではいろんなクリエイターさんたちが、 例えば音楽だったりとか、アバターだったりとか、イラストとか、いろんなもの売ってるんですよ。うん、はい。なので、この、柴犬だけではなくて、うん、もっとね、素晴らしい商品もたくさんありますので、<ー>ぜひこう、皆さんにバーチャル空間に遊びに来ていただけたらなと思ってます。うん、いや、めっちゃ楽しいですね。こんなすごいんだ。はい、いや、すごい。せっかくなんで、もう一軒行ってみますか。あ、行きたいです、行きたいです。あ、この、サボンテさんのお店ですか。え、なんかおしゃれ。サボンテ。 デザイナーなんですね。ああ、デザイナーさんっぽい。確かにサボンって作字八百円ですね。ゼロ一。へえ、うん。うん。Q R コードもある。あのー、今アクセスしていただいているこのクラフトック自体、うん、ブラウザーで見てるんですけど、うんうん、なんでこのバイナウって書いてあるリンクを選んでいただければ、うん、もうすぐに買うこともできちゃうんですよね。えー、押してみたあ。やばいやばい。リンク開いちゃう。まだ大丈夫そうです。まだ大丈夫。 これすごい、でも本当にこうやってワンタッチするだけでリンク開いて飛んでいけるんですね。こんな感じでですね、今まで以上にこう、手軽に、バーチャルの世界を楽しんでいただけるイベントになってるので、ぜひね、みんなに来ていただきたいなと思ってます。いや、遊園地みたい、楽しい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。僕ちょっと、そちらの方に戻りたいと思いますのでわかりました。じゃあリアルで会いましょう。はい。 おかえりなさい。ただいまです。ありがとうございます。リアルな人間の姿で戻ってこられました。いや、すごかったです。よかったです。はい、感動しました。はい。いや、これ皆さんもね、会いに来てもらえるんですもんね。みんなが。そうなんですよ。ね。みんながね、どんなデバイスでも会うことができるんで。うん。まあ、すごい時代に。いや、本当にすごいですよね。現実世界なくてもいいじゃん、と。じゃ そこまで、そこまでにもなったかもしれないですね。なんかずっとここにいたいと思っちゃう。はい。そうなんですよ。で、このイベント自体は、えっと、4月24日と25日に開催されるんですね。この2日間のコアタイムっていうのがありまして、お店のクリエイターさんたちが集まる時間があるんですよ。それが、あの、15時から17時までの2時間。その2日間どっちもですね、クリエイターさんたちが集まってきますので、 やっぱ作った方とおしゃべりできたら楽しいじゃないですか。いや、ほんとすごいですね。そうですね。そんなこともできるんですね。そうなんですよ。やば。で、ファンタジーエリア、SF エリアっていう感じで、いろんなエリアがあるので、自分が好きなワールドでお買い物ができて、作ったクリエイターさんと喋れる、そんなイベントになってます。はい。100円でいいんですかとか聞けるんですね、じゃあ。そうなんですよね。クリエイターさんに。そうなんですよ。もっと高くしたかったんですけど、みたいな。そういう会話ができるんですよ。はい。 ありがとうございます。いますはい。ぜひ、うん、あの、クラフトック、皆さんに来ていただきたいと思うんですけど、はい。あの、やっていただいた感想も、いただいてもいいでしょうか、はい、はい。えっ、ー、と、今回、夢のミニちゃんの、えー、キャラクターボイスを担当させていただきまして、まあ、あの、企画賞もいただいて、すごくワクワクする、はい、はい、<ー>コンテンツで、 このワクワク感が皆さんにも伝わるようにそう遊園地のマスコットキャラみたいなテンションでお芝居というか、まあ、ナレーションをねさせていただいたんですけれども実際にこうやってこの VR の世界を体験させてもらってあのお友達とこの VR 空間の中で待ち合わせしたりとか一緒にお店巡ったりとかあとはその出店者さんと会話ができたりとか 本当に、まあ今ね、なかなかこう、外に遊びに行ったりとかが難しかったりもするので、この中で叶うじゃんって思って、それが一番やっぱワクワクしたし、嬉しいし、<ー>本当にすごいなって思いました。なので、よかったらぜひね、あの、ゆめのみみちゃんにも会いに、はい、この中に遊びに来てもらえたらなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。